いやー、モンテスを外野に持ってったら、めちゃくちゃ打線強くなるけども、外野の守備さすがにやばすぎひんか。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、モンテス、ここモンテス選手が、外野で、起用されるんじゃないか、みたいなところをね、ちょっとお話していきたいんですけども、なんでそもそもね、このお話をしようかとか思ったかというと、記事でね、ここモンテス選手が、まあそのスタメンで出れるんだったらどこでも出たいというふうに、まあ直訴というかね、そういうふうにね、スタッフに言いまして、で、昨日の、まあ、練習の時にですね、まあ、モンテスが、ライトの守備についてですね、ちょっとこう、外野練習を、まあ、亀井コーチと、まあ、練習、まあ、意見も交換しながらやってたっていうのが記事になってて、それについて、まあ、安倍監督もですね、まあ、そういうふうにやるとは明言してないですけど、もし、機会があれば、そういうのも、まあ、考えていきたいというかね、モンテスも、まあ、試合に出たいということだし、まあ、そういうのも、まあ、検討したいみたいな感じで、まあ、おっしゃってたんですね。で、まあ、それに関して、僕、すごいな、っていうふうに思ってて、まあ、その、岡本選手が、こう、結構、こう、まあ、いろいろ動かされたりとかしてて、まあ、まあ、打線もね、大城さんが5番に座って、良くなったりとか、まあ、岸田選手がね、キャッチャーでこう、出てたりとかっていうところがあって、まあ、この、ポジションの関係でちょっと出れなくなってくる人がいるというかね。うん。まあ、岡本選手が、まあ、4番バッターでありながら、これだけね、こういうふうに、こう、いろいろポジションを守ってくれてるんで、なんとかね、なんて言うんだろう、みんながね、出れるような形でやれてますけども、そういったところで、その、モンテス選手のね、打力というところも、まあ、僕は、評価してるというか、まあ、おそらく、打席数を踏んでいけば、まあ、結果出して、ある程度結果出してくれるだろうなっていう感じはしてるので、そういったところでね、このモンテス選手のこのもし外野起用があったとするならば、本当に打線に関して言えば、マジで強いんちゃうかなと思うんですよね。ただ、今冒頭でも言いましたけども、外野の守備がどれぐらいできるのかっていうところと、まずそもそもね、モンテスが。僕はこれ映像はちょっとね、まあネット上にないので、ちょっとそれは確認できなかったんですけど、まあおそらくですけども、外野は本職じゃないんで、まあそこまで上手くないと思うんですよ。まあ練習しないといけないと思うんですね。で、まあ丸さんを、まあセンターに戻すっていう選択肢になってくると思うんですけど、そうするならばね、うん。そうだったらまだ守備範囲の問題であったりとか、肩の問題であったりとかね。まあ打撃というところは、まあいいかもしれないけども、ああ、一体どうなのっていうところはあるんですね。で、ここからちょっと詳しく見ていきたいんですけど、もしですよ、モンテスが外野起用されるんであれば、うん。間違いなく僕はライトだと思うんですね。なぜかっていうと、まあレフトは今最近ね、岡本選手が守ってますし、まあレフトは岡本選手だと思うんですね。で、ライト、まあセンターは間違いなくない。と思うんですね。まずそんな、初めてやる選手がセンター守るなんてまずありえないんで、まあ間違いなくライトになってくると思うんですね。で、ライトっていう守備に関し、ポジションに関してはめちゃくちゃ難しいんですね。うん、正直言うと。で、正直言ってレフトも難しいんですね、全部。全部難しいんですけど、で、まあ入るとするのは多分ライトかなっていうふうに思います。で、経験がある、センターの経験がある、丸さんがライトからセンターに移る、だろうなというふうに思うんですよね。で、果たしてこの外野ね、まあ、安倍監督守備ね、大事だっていうふうに言ってましたと。で、それで、あんまりこう、守ったことない選手がですね、外野3人中2人を占めてしまうって大丈夫なのかなっていう、両サイド、外野あんまりやったことない岡本、ココモンテスっていうところで、やるっていうのは大丈夫なんかなっていう感じはありますと。だから、そういった懸念もあって僕は、まあ、検討はするだろうけど、ないんじゃないかなっていうのを思ってるんですね。まあ、あったとしても来年以降かなっていう。うん。このオフしっかり練習して、まあ、シーズンの初めから、こう、外野もやっていくというスタンスでやるんだったら僕はありだと思うんですね。で、まあ、
これをすることによって、まあ、打順とかを見ていくと、まあ、1番、センター、丸選手、2番、セカンド、吉川選手、3番、サード、坂本選手、4番、レフト、岡本選手、5番、ファースト、大城選手、6番、ライト、モンテス選手、で、7番、キャッチャ ー、岸田選手、8番、ショート、まあ、門脇選手であったりとか、伊豆口選手っていうところになってくると思うんですね。で、まあ、その、外野って、まあ、誰でもできるとか、ファーストとかもそうじゃないですか。ファーストとか外野は、まあその、守備が下手な人が回されるとかね。そういったイメージって、まあ、アメリカではどうかわかんないですけども、日本で結構少なからずあるじゃないですか。で、僕これに本当に、違うよって言いたいのが、本当に難しいんですね。で、僕も、まあ、主にキャッチャー、プロではキャッチャー守ってましたと。で、まあ、三軍戦であったりとかっていうようなね、試合では、まあ、サード守ったりとか、まあ、ファースト守ったこともあったんですよ、試合でね。ただ、やっぱり難しいんですね。ファーストなんか正直絶対できるやろみたいな、あるじゃないですか。今、大塩さんもね、ファーストやってくれてるじゃないですか。で、まあ、たまにこう、ちょっとしたエラーというか、ちょっとこう、ああ、これどうなのみたいなプレーはあるけども、めっちゃちゃんと、まあ、ある程度こなしてるじゃないですか。で、あれって、経験した僕から言うと、めちゃくちゃすごいことなんですね。まあ、やっぱり、めちゃくちゃ、試合前とか練習してると思うし、サインの確認もしてるだろうし、いろんな練習法ね、いろんなコーチがこう、提案したりとかしてるだろうし、そういったところで、試合でね、出場して、まあ、そつなく混乱してるってところだと思うんですけど、本当にね、ポジションが変わるとかって、で、ましてや、内野の選手が外野行ったりとか、キャッチャーというのところの選手がその他のポジションに行ったりとかっていうのは、またもう別世界に、異次元の世界に来てるみたいな感じなんですね。まだ、例えばサードの選手がショート行ったりとか、ショートの選手が、なんかサード行ったりとか、なんかそういう内野手の中での、まだ移動とかだったら、外野手の中での移動だったりとかだったら、まだ、全然違うんですけど、それでもまだマシなんですよね。だけども、全く違うところから内野から外野とか、外野から内野とか、キャッチャーから外野とか、もう内野とか、もうそんなんはもう、もう、やばいんですね、正直言うと。で、その、今言った、やばいというかね、ポジションが移るのって今やばいよっていうふうなことを言ったけども、その選手が、まあ、二人いるっていう、外野に二人いるっていうことは、多分結構きついと思うんですね。うん、はっきり言って。うん。まあ、一人だったらまだ、岡本選手だったらまだ、一人だったらまだできると思うんですね。うん。まあ、器用だし、まあ、WBC でも、まあ、レフト守ってたっていうのはあるから、まあ、少々やってるじゃないですか。多少やってるじゃないですかね。だけども、そのモンテスに関しては、多分その、映像とか、まあ、成績とか見ましたけども、ほぼ内野手じゃないですか。うん。だから、そこで、まあ、内野手はね、まあ、器用なんで、まあ、ある程度練習したら、まあ、形にはなってくると思うんですけど、でも、すぐには、多分無理だと思うんですね。うん。まあ、これを、安倍監督がどう考えてるか、わからないですけども、まあ、今現状で言うと僕はやるべきなんじゃない?やるべきではないというふうに思うし、だったら、まだ、ショート、モンテスにした方が僕はいいと思うんで、まあそのモンテスがね、その試合に出場したりとか、まあエリがね、ヘルナンデスがこう抜けて、打力が落ちるから、もう自分も貢献したいっていう気持ちは、十分わかるんだけど、重々わかるんだけど、でもさすがにもし僕が監督だったら、その、ましてやこの一番終盤のね、この8月9月という時に、ライト、モンテスはさすがに僕はしないかなって、うん、いくら打撃が、打ってほしいというか、点が取れてなかったとしても、さすがに僕それはやらないかなと思うし、で、外野でやらかしちゃうと、一気にもう、もしかしたらランニングホームランになる可能性もあるし、っていうところで大量得点になる可能性があるんですね。まだ内野のエラーだったらまだヒットというか、まあその一塁に行ったりとかっていうぐらいで済むんですけど、その、外野でのミスはちょっとね、本当にめちゃくちゃ大きいんで、だから、外野とか、ファーストとかって誰でもできるよね、みたいな感じで、みんな言うけど、みんなではないけど、大体の人言うじゃないですか。なので、ファーストはまあ、みたいな感じで言うじゃないですか。うん。だけども、本当に難しいし、外野も、その、やっぱりその違うポジションが移っていくっていうのは、めちゃくちゃ難しいことなんで、やはりもう僕は、この件に関しては、やっぱもっと慎重になるべきかなと思うし、まあね、だったら、モンテス選手をサードで起用して、坂本選手をショートにしたりとかね。まあ、それもちょっとまあ、難しいと思うけど、まあ、まだそっちの方が、まあ、そういう、内野手は内野手で起用してる方が、僕は、いいかなというふうに思うし、そうならないように、打線もね、しっかりね、毎試合打ってもらいたいなというふうに思っております。
はい、てな感じでね、今日はモンテス選手の外野起用について見ていきました。僕の意見まとめますと、まあちょっともう、さすがに、外野ね、岡本選手もいるし、さすがにそのあんまりこう、経験ない選手が3人中2人、両端にね、あんまりこう、経験ない人が2人いるのっていうのはきついなっていうのを思うし、さすがにそれは安倍監督もやらないだろうなっていうのはね、僕の予想だし、僕の意見でした。はい、皆さんもね、いろんな意見あると思いますし、ぜひね、コメント欄で、いろいろ教えていただけるとね、嬉しいなというふうに思いますし、まあ野球やったことある人とかもね、たくさん見てると思いますんで、ぜひね、ポジションが移った時の、まあ、緊張感であったりとか、難しさなんかもね、教えていただけるとね、教えていただけるというか、コメントしていただけるとね、僕も全部読んでますんで、ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。